夏も20世紀の夏休み続きをやっていきたいと思います。9日からかな。まだ10日にも達していないのか、なんか意外もっといっぱいやってると思ってたんだけどな。お金も順調に貯まってきてね、今 55,415 あるんだけど、どんぐらい結局ね貯めればいいのかっていうのがねよく分かってないのよね。でちょっと収録が結構久々になっちゃったので、昨日までのこと、昨日までっていうかその7日までのこと、8日までかのこと何も覚えていません。僕ナウマンゾウの化石を見つけたんだ。あー、見つけてた見つけてた。ゾウがいたんだね。アニメで見たことがあるわ。ゾウを捕まえるからゾウドルズ。ちょっとなんだか違うかも。じゃあご飯を食べましょう。今朝はちょっと豪華に金目鯛の煮付けです。ではいただきます。いただきます。朝からこんな豪華なもん食べれないよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さて、とりあえずどこに行けばいいかとか全く知らないから、占いね結局ねやってないからね、占ってもらおうか。いない。え、あ、マジ占いってもしかしてしてもらえない。え、どこにいるんだ。ラブちゃん、ラブちゃん、あ、ラブちゃんいない、いないって思ったけど、まだあれじゃん、ラジオ体操してないじゃん。バカね。ラジオ体操しに行きましょう。あぶねえ、忘れるとこだったぜ。そこからだよ始まるのは。よいしょよいしょ、あぶない危ない。さあ、見ている皆さんも一緒に体操しましょう。はい、さあ、順調順調。はい、ま、あ、ちょっと飛ばしてしまったが、さて、まあここにいてもか。これで多分占い、あ、間違えた、できると思うんだよな。なんか別ゲーをね裏でめちゃくちゃやっていて、感度がね、結構高いから、すっごいね、感度低くてビビってる。うん。神社の近くには灯籠があるだろ？ちゃんと明かりがつくか確かめるのも仕事のうちなんだよね。じゃあ自分でつけてよ。感度変えられない？あー、マシになりました。ラブちゃん、なんて可愛いんだ。ねえ、ラブちゃんのどんなところが気に入ったの？もちろん全部さ。その中でも一つ選ぶとすると優しさかな。ラブちゃんはどんなにラブコールしても振り向いてくれないけど、困った時は真っ先に助けてくれるんだ。そうかな。本当だって、例えば俺が長野のあたりで苔だらけの防火用水に落ちてしまい、視界が全部緑色になっていた時、ああこれで人生が終わりかと思っていた時、真っ先に飛び込んで助けてくれたんだ。へえ。それでさ、誰が助けに来てくれたの？彼女が呼んでくれた救急隊の人たちさ。え？ラブちゃんではないんだね。呼んでくれたとはいえね。さあラブちゃん、なんだ？ねえ。ねえ、この前の話の続きだけど、なんだっけ？もしかすると、地球を回しているのはラブちゃんなの？そうよ。やっぱり、ラブちゃんは、すごい人だったんだ。さて、今日のあなたを占ってみる？はい。よっしゃ。それは占ってみるけども。じゃあ。ちょっと待っててね。どうすんの、子供がそんなこと鵜呑みにしちゃって。出ました、本日の運命。今日はどこに行けばいいかな。うわ、はい、惑星のカード。隣町川、隣町川か、昼、隣町を流れる隣町川がおすすめだって。どうやら珍しい虫がいるみたい。上流にある湖が怪しいかな。え、どこ。はい、好きなカードを選んでちょうだい。森林のカード。
おもちゃ屋ファンに昼。ここの店主の周りに澄んだオーラが出ているのを感じるよ。その店主が選んだ商品なんだからきっといいもののはず。例えば探検に役立つものがあるとか。ほう、はい。なんか買ってないものがあるかな。雨のカード。駅の跡、昼。港の近くに使われなくなった駅の跡があるみたい。誰かがあの近くの家にいて遊んで欲しがってるようだよ。え、マジ？ってことは多分座敷わらしちゃんかな。水の近くに置いた。あ、あれかな、はい、長靴の下。好きなカードを選んでちょうだい。人間のカード。花火夜は頭の中に夜空に咲く満開の花のイメージが浮かんだわ。どうやら本物のお花みたいに花火もまだまだ成長中みたい。育てている人は誰なんだろうね。はい、ありがとう。とりあえずその珍しい虫は欲しいよな。ねえ、ちか、雨女の京子さん。晴れ男のサトルくん。君は雨は好き？うん、夏の雨は好きかな。だって涼しいもん。確かに。うん、冬の雨は嫌い。だって寒いもん。まあ夏も冬も気圧さえ低くならなければ雨は好きなんですけどね。さてと、隣町川行ってみるか。どこまでが隣町なんですかね。湖が怪しいって言ってたからこの辺かな。ちょっと、天狗の森前に行って、どうだ、どんなもんだ。は、歯車ともえ。ひも。バカな。模様がぐるぐる、近くで見ると目が回る。これ珍しいのかな。どうなんだろう。目に引きマーク出てないな。珍しいかどうかっていうのがね、わかんないからさ。上流の湖って言ってたけどさ、湖ってさ、ここのことじゃなく、ちょっとここを下っていってみるか。途中で湖らしきものがあるかもしれないしな。よいしょよいしょ。見たことない虫はいなさそうだな。白筋カミキリ。一番大きなカミキリムシ、木をバリバリと食べるんだ。おう、ここの東西の客人が集まる旅の宿、洗濯船へようこそ。ところでお前はどんな宿が好きだ。温泉付きホテル、プライベートビーチ付きホテル。温泉かな。温泉か、冬はいいな。肌もスベスベになる。プライベートビーチ付きホテル。意味が分かって言ってるか。プライベートでビーチだぞ。つまり広い浜辺に一人ぼっちだ。お前に耐えられるか。温泉もビーチもいいな。両方いっぺんにあると最高だ。高そう。でも一人で行くとかなり寂しいぞ。そこだけは気をつけろよ。何なんだ、何の忠告なんだ。こんにちは。おじさんはなんでおもちゃ屋さんになったの。子供の頃からおもちゃが大好きだっただよ。それでうちの父親がやってた雑貨屋をおもちゃ屋に商売買いしただよ。ところで何の用だい。何売ってんのかな。今日は何の用だい。グリ鉄砲強化版だって。買うに決まってんじゃん。マイルアリー。けえけど、まあ別にお金余裕あるしな。ミミズ持ってないから買っとくか。マイルアリー。よっしゃ。見つけられるかな。いた。で、これが水の近くにあるとか言ってたから。じゃあ。これじゃない？よし、見てなかったけど、イエローを長くゲッチ。早っ。見つけられるかな。見つけたよ。うわ、すごいね。遊んでくれてありがとう。よし、怪しいやつ。ご所長、また子供がいます。いやー、不審借金、主任捕まえろ。あ、あんなところに怪しい人が。何？誰もいないじゃないか。騙されないよ。チェ、大人を騙そうとするなんてとんでもない子供だ。しかしそれがスパイだっていう何よりの証拠だ。違うよ、本当だよ、本当だよ。身長3メートルぐらいの宇宙人がそこを走っていったんだ。もう大分かり嘘。なんだと？で、そんなやついるか。騙されないぞ。
さっさと出ていけ。チェ、ごめんなさい。泥棒は嘘つきの始まりだ。なんてこともない。逆だよね。逆じゃない？とにかくもう来ないでよ。揉め事は起こさないで。嫌だけど。嫌だけどまだ乗れないよな。あそこだもんね。気長にやっていくしかないし。怪しいやつ。やばい。捕まった。そんなつもりじゃなくて。博物館行くか。でも後ろ。ね。何をやってるの？渋谷探偵事務所謎解き現場検証中。今日のテーマは不思議な城の謎を解け。しかし客人、お前よく解決できたな。お城の中を登っていくの怖くなかった？じゃっぴり。サーカス団とはいえ、やっぱ怖いもんがあんだな。だな。それで、このお城、理由はわからないけど、本屋の純子ちゃんのお気に入りなんだぜ。そうなの？なんでだろう。まあでも好きそう、こういうとこ。正直。どうだ？天狗のマントの使い心地は。めっちゃいいっす。最高。そうかそうか。天狗のマント、大切に使ってくれよ。うん。そうだ。天狗の伝説の他にもう一つ、お話を聞かせてあげよう。どんなお話？昔、この山に毎年夏になると必ずやってくる中学生がいた。中学生？夏になると必ずやってくる彼のことを、我々は夏門と呼んだ。夏門。タイトル回収ここで。そう、夏門だ。奴はいつの間にか土産を手伝うようになり、時々山小屋にも泊まっていた。暇なのか山が好きなのか、もしくは苦労することで奴なりに人生の真理のようなものを掴もうとしていたのか、理由はわからない。そして夏門はある年を境にぱったりと来なくなった。あら。二十歳を過ぎて多分大学を卒業して、奴は大人になったんだ。どういうこと？お前も大人になればわかる。おじさん、夏門のこと好きだったんだね。まあな、まるで自分の弟のように感じていたよ。僕、夏門になれるかな？どうだろう。おっと、わざわざ毎日登ってこなくていいからな。どんなに頑張ったっていつか終わりが来る。そうだね。わかった？悲しいね。うん、でもそれが人生だ。わあ。僕、夏も悲しい。いい話聞けたな。タイトル回収できるとは思わなかったけど、夏もんってそういうことだったんだね。よし、どんな問題？オートラフ小金。どうしよっかな。黄色の模様が美しい。花粉が好きで飛び回る。あ、ここで絵日記。ワクワク。ちょっと絵日記書いていい？書きます。夏に毎日やってくる夏門の話を聞いたんだ。僕まで昔の世界を見てきたように感じたよ。もし桜の季節なら桜だもんになっていた。いいね、これ。あ、全然そんなことなかった。てっきり珍しい虫のあれかと思ったけど。ところで、ラブちゃんは来たのになんでラッキーは来ないんだと。それじゃあまるであの二人が一緒に旅するほどの仲良しみたいじゃないか。おや、何の話だったかぼ。中瀬さんって大事な話の時だけボケるんだもんな。ラッキー誰なんだ一体。お腹の赤ちゃんの名前はなんていうの？まだ決めてないのよ。どんな名前がいいかな。ほとく、長瀬さん、ラブちゃん。まあラブちゃんかな。ちょっといい名前ね。でしょ？ほとくくん？なんでとことこなんて名前なの？わかんない。ほとこって名前じゃないしな、多分。長瀬さん。それは名字でしょ？そうかな。ありがとう、参考にするわ。
私自分の子には幸せになれそうな名前をつけようと思ってるの。それも幸子だ。お、もしもし、例の返済なんですが来月まで待っていただけないでしょうか。はいはい、必ずお返ししますので。お前借金してんのかよ。いやいや、住宅ローンの返済ですので必ず払いますので。あー、ローンね。え、先月の分が入っていない？おかしいな。あー、そうかそうか。あ、では必ず振り込みますので。はい、よろしくお願いいたします。あれ、今の話しっかり聞こえてた？住宅ローンの催促の話なんて聞こえてないよ。そうか、それはよかった、うん、聞こえてんだよね、完全に。ようこそ自由研究研究所へ。博士はいつも、博士っていつもスーツ着てるけど夏休みなのになんで？ああ、それはね、これが夏休みの研究をするための制服だから。看板って店の裏の看板にラッパ森探偵事務所って書いてあるけど、ラッパ森ってどこ？ラッパ森はラッパ山の向こう側全体のことを言うのよ。じゃあここはラッパ森じゃないの？うん。でも陽介が看板にラッパ森探偵事務所と書いてたことにはラッパ山よりも高く海よりも深い理由があると思う。多分ないと思う。どう？この辺にも慣れてきた？どうだろう。ところでうちの店に何の用？まあ、まださ、はい、言うても9日だからね、1週間ちょっとしかいないのよ。でも3分の1ぐらいってことだよね、9日ってことは。だいたい3分の1。そろそろ慣れないとか。あのね、本屋の仕事は本を売ることと仕入れること。だから売り場作りも仕事のうちけど、ついつい自分の趣味が前に出ちゃうのよね。レジ横に乙女の稲乗りを置いたのはやっぱり失敗だったかな。そうなの？わかんない。いいんじゃない？自分の店って言ったらあれだけど。彼らが演奏していたのはフォスターの故郷の人々、別名スワニー川。1850年頃アメリカで作られた名曲だ。音楽が空に舞い上がって夕方の大気に染み込んでゆく。あんたも詩人ですな。お、演奏会で聞けたわ、やったぜ。いや、大人になりたい。何かお困りのことは？大人になりたい。大丈夫、焦らなくてもすぐに成長するよ。今しかできないことをたっぷり楽しんだ方がいい。お金がない、それは力になれないな。木の実を拾ったりお家の手伝いをしてお小遣いをもらうのがおすすめだよ。はい。まあお兄さんからお金もらっても逆に困るしな。え、嘘ってなっちゃうし。いいんすか？ありがたくもらうけど。よいしょ。確かに高く上がるようにはなったけど、うん、まだ個性的じゃないんだよな。新作花火のこと？そうそう、新しい花火を見たよ。新しい花火を見たよ。確かに高く上がってた。とにかくどうやっても個性が足りない感じなんだ。綺麗なボタン花火はできた。それが高く上がるようにもなった。もう一つ何かが欲しいんだ。それじゃあ、夏だしひまわりの花みたいな花火にするのはどうだろう。ひまわり？そりゃいい。俺はもともと子供の頃からひまわりの花が好きなんだ。いいじゃん。よし、わかった、すぐやってみよう。ああ、人生ってやつはなんて素晴らしいんだ。よしよし、いいんじゃない、ちゃんと手伝えてるよ。東大の方か。占い詩人。羽の裏がさざ波模様、遠くまで飛ぶらしい。お、75種類の昆虫を集めようかと達成できたのでステッカーゲットをやった。次は100か。まだまだありますね。
あ、めっちゃ栗の木あるじゃん、ここ。大量大量。森さん、もし僕が外側の壁を登れたらレンズの掃除ができるかな。ああ、できるよ。登ることさえできるならあとは磨けばいいだけだからね。止めろよ。で、ああ、止めてくれたわ。登るのは危ないから絶対やめておきなさい。しかも飛ばしちゃった。でもやってみたいな。え、本当に？いや、なんでもない、なんでもない。ちょっと試してみる？今どんぐらいいけるのか。多分まだいけないとは思うものの。ちょっと待って、ミスター。どこから登るのがいいのかな。よいしょ。いや無理だろ。どう登れっちゅうんだ。おかずに、おかずになる魚釣ってきたよ。どれどれ。え、いっぱいあるけど。50センチ以上の魚を獲得すると料理お願いできます。夕食の時間までに5匹獲得すると料理お願いできます。あ、そういうことなんだ。あ、今までの分溜まってるのか。はやー、そうだったのか。今これが渡せるわけだ。誰か15匹もいいんだ。よし、渡そう。岩のお料理してもらいます。大きいものを。まあ、残すでしょ、大きいの。ではイワナ50センチ以上、確かに受け取りました。美味しいお魚をお腹いっぱい食べられるね。この表をいつ見せてくれる、はい、いつっていうかどこで見せてくれる。こういうのよ。これだけじゃ分からんのよね。ふふふ、いうのよ。よう、去年また会ったね。中年会ったね。うおね、おじさんはいつまでこの町にいるの。今のところ10日までだけど。え、明日まで。なんで。次の用事があるからさ。子供じゃないから一年中仕事があるんだ。もしかすると一年中仕事があるから中年っていうかのかな。仕事が少ないから少年か。お、なかなかいいな。じゃあ仕事がないのは。それはやっぱり無念、残念無念。そういえば博物館に持っていく魚を釣り上げる競争はどうなった。競争終わっちゃうじゃん。まだ釣ってないんだ。実はおじさんも。いやー、でもどこで釣ればいいんだろうな、わからん。よく来たね。うん、ところでお兄さん、何してるの。今日も新聞のネタ探したよ。いつからここで働いてるの。越してきたのは割と最近、2年前くらいだった気がするな。どこに住んでるの。え、そいつは秘密、プライベートだ。そんなに質問ばかりして、やっぱり新聞記者になりたいのか。うん。いや、がんについて。これ以上待つんでくれたのか。よくやったな、原稿料。お、1000円もらった。やった。また虫や魚拾ったものを絵日記に書いたら俺に教えてくれ。はーい。まあ、完成させなきゃいけないしな、これは。完成できるか。正直虫とかできる気がしない。特に魚。あ、すみません。あ、すみません。話したいだけ。話しかけたい。ここでいいか。どうも。ね、このドアの話を聞きたい。うん、教えて教えて。ここは入場料を取ってるの。うん、取ってるよ。取ってるの。でも小学生は無料だから気にしないで。あ、そうなんだ。ただいま入り放題キャンペーン実施中。そうなのか、よかった。知らなかった。この間勝手に入ってたかな。この辺りはいいかもしれない。ミツバチを育てる場所を探してるんだけど、近所に学校や幼稚園があるところは気をつける必要があるんだ。学校の近くはダメ。ダメじゃないけど、刺されたら困るだろ。子供たちが触ってしまうようなところには巣箱を置けないんだ。ミツバチを狙ってスズメバチが来ることもあるし。勉強が嫌い？いやいや、学校の近所じゃダメというのは勉強が嫌いだからじゃないよ。まあとりあえずこの近くに学校はなさそうなので気にしないでおこう。
確かに学校の類ないな。渋谷先生はどこの学校の人で、陽介たちはどこに通っているんだろうな。結構電車でこう行ったりするようなとこなんだろうけど、なんかいる。青ゴミ虫、名前どうしよっかな。青というけど緑色、湿ったところで暮らしている。順調に集まってはいるのかな、虫とか魚とか。虫はともかく魚はな、ちゃんと釣りの時間設けないとだよね。やったー。あ、やめちゃったー。今新発見だったのにやめちゃったー。自問自制する。稲が大好き、農家には嫌われてるかもしれないね。ここにいたけど。ふう、やっと見つけたぜ。ああ、めっちゃぼーっとしてた。気分はどんな感じ。ママかな。そっかそっか。知ってる？なんだろう。多分この町の昔の話なんだけど、毎日天狗の山に登って夏の山を極めた子供がいたんだ。僕も夏もんになれるかな。わかんないけど、自分ではどう思ってる？わかんない。なれるやろ。じゃあご飯を食べましょう。今夜は煮魚とわかめとキュウリの酢の物です。あと、サトルくんが釣ってきたスペシャルメニューもどうぞ。イエーイ。イワナのおフライ、いいね。では皆さん、いただきます。ごちそうさまでした。僕、遺跡みたいなところへ行ったんだ。ボタ山があるところかな。何それ、美味しそう。食べられるの？ボタ山、美味しそうか。ボタ山は掘り返した土が積んであるところです。あそこか。美味しそうだけど食べられません。僕、あそこに行ったらなんだか悲しい気持ちになったんだ。そうなんだ。あそこは40年前まで銅を掘ってた鉱山の跡なの。でも、なんで悲しい気持ちになったんだろう。わかんない。終わり、会話終了。いやいや。じゃあ話題を変えて、ここの築年数は。あなた、やっぱり喧嘩売ってるんですか。あれ、あ、私の年を聞かれたわけじゃないのか。でも教えません、意地悪なので。いいな、京子さん。ワクワク。京子さんめちゃくちゃいいな。さて、まあそこそこ話しつつ、ラブちゃんの占いはまあ翌日でいいか。というわけで占いを聞きに来た。あ、違います。じゃあ、うん、はい。なんか話があると思って、アイコンがあったんで。どうも。ねえ、トコトコくんは普段からサインの練習をしてるの？うん、もちろん。サーカス団に入る前からしてるよ。そうなんだ。永瀬さんは？俺はサインじゃなくて手形だぼ。いいね。あれれ？手形ってどういうこと？手にインクをドーン、色紙をバーン。いいね。そっちの方がいい。サインよりよっぽどよくない？今日は女用だったよな。さっき部屋の片付けをしてたら、隣の部屋の長岡さんに変なことを聞かれたんだ。何？昼間ずっと港にいるけど誰かを見張ってるんですかって。それでどうなったの？釣り竿を見張ってるわけだからはいって答えちゃったけど、もしかするとまずかったかな。なんで？魚釣りのライバルが増えたら困るだろ。お前らすごい。どっちも合ってない。
そっち？そういえば博物館に。どっちも違うけどね。何一つ合ってない。あ、寝てる。気持ちよさそうだな。触っても起きないかな。やめとこ。そういえばパパが子供の頃テレビでチロリン村とくるみの木っていう人形劇をやってたんだけど、あれは随分長寿番組だったな。どうして？とにかく人形たちが可愛かったんだ。10年くらいはやってたはずだよ。知らない番組。ああそうだ、人形劇だけどひょっこりひょうたん島もよかったな。あれはかなり有名だと思う。聞いたことある。お、どうも。うーん、雨だれ石を動かす。ニュースはコツコツ探すしかない。やあ、あ、じゃあ、はい、さよなら。あれ、いない。開いた。なるほど、大当たりが出てそれで旅行に行ったんですね。そうなのよ、遠山市の駅前商店街の福引きなんだけど、オーストラリア一周徒歩旅行の旅、大当たり。徒歩？そうなんです、うちの父と母今頃頑張って一月かけて歩いているはず。タフでしょ。だから純子ちゃんだけ留守番なんだ。はい、当たったのはペアチケットなので夫婦だけで行きました。ねえ純子ちゃん、なに？寂しくないの？うん、意外に大丈夫。京子おばちゃんがいるからなのか意外に寂しくないんだ。自分でもびっくりしたよ。そうなんだ。一人で本屋をやってるの？うん、そうよ。まあ9月になったらすぐに帰ってくるから夏休みの最中だけの一人店主なんだけどね。これもまた人生よ。マスターと純子ちゃんはよく考えたら2人はお向かいさん同士なの？うん、そうよ。本屋とカフェなんてちょっとおしゃれな組み合わせだと思わない？確かに。この老いぼれがやってるカフェをおしゃれだなんていうのは純子ちゃんだっけ。いや、それがいいんだよ、うん、それは自覚があるな。というわけでお向かいさん同士今後も仲良くしましょうね。いや、いいですね。うん、容赦を増やすためのアイデア、列車がロボットに変形ターンをよく考えてみたんだ。どうやって実現するの？機関車に株がついてるやつがあるくらいだからなんとかなるに違いないと思うんだ。雑、もっと考えろ。僕が漫画描くよ。なるほど、漫画にすれば売れるかもしれないね。漫画家になるか。漫画家になるしかねえな。よいしょ。なんだまた君か。ねえ、博物館にあるものはどうやって集めてるの？いろいろだよ、買ったり寄付されたりなどなど。寄付ってただ？そうだよ、だからいいものをいただけるのはとってもありがたいことなんだ。でも私なんかあげた時いろいろくれたよね。2500円ぐらいくれなかったっけ。俺はもう疲れたよ。昼は不審者、毎晩こんな感じ。もう嫌だ。ちょっと工場長、まだ少ししか楽しんでないでしょ。もう疲れちゃったんですか？少しじゃなくていっぱいだ。やってられん。これじゃ楽しくならないよ。もううるさい、早く帰って寝ろ。もう寝ますよ。この人夜になると人が変わっちゃうんだよな。お前もな。本当に大変。いける。そういえば去年郵便番号が5桁から7桁になったでしょ。あ、この年か。何それ、知らない。もともとは3桁だろ。それは都会だけ。知らなかった。最近は電話まで桁数が多いよね。本当に世知辛い世の中だね。まあしょうがないよね、利用者が増えればその分数字も増やさなきゃいけないってことだし。なるほどなるほど。指示になっちゃう。花火見たい。
この駅員さんって真面目だよな。僕はああいう地味な大人になりたいよ。安心しろ、地味さだけは誰にも負けないと思うぜ。失礼。こんばんは。隣町の旅野さんって知ってる？誰？一言で言うと変わり者なんだ。変わり者の二郎が言うんだから間違いなし。お前ずっと失礼だな。いくら友達でもな、言っていいことと悪いことってあるんだぞ。二郎が黙ってるからってあんまり調子に乗るなよ。そろそろ上がると思うんだけど、まあ上がったら、ああまあいるはいるか、いるはいるな。こいつはいつも走ってるだけだから、ここだけ行ってって感じかな。とりあえずここ。さあ、ひまわりの形になってるかな。もうちょっとで7時のはず。お、来た。なっているか？お、おーおーおーおおおおおひまわりか？ひまわりかはわかんないけど、めっちゃ綺麗な花火はできてる。ひまわりなのかって言われたら、ひまわりかどうかよくわかんないけども。まあなんか、あ、でもやりたいことはわかる。そんな感じだな。わあ、綺麗。よし。この町は昔悪いことをした人が流される場所だったんだって。なんでそんなこと言う？でもその悪い人って誰が決めたんだろうね。お偉いさんでしょう。それはそれとして、まあやることなくなったし、日記書いて寝るか。ちょっと早いけど、まあ、本当はね、こういう時間に釣りをした方がいいんだろうけど、まあでも言うたっても釣りできる場所限られるしな。まあ、日記書いて寝るか。よし。ひまわりのような花火がいいよ。夏らしい花火を作ってほしい。ちょっと静かに咲いたアイデア。釣った魚のお料理を京子ばちゃんに頼んだよ。何ができるか楽しみだ。食べたらお魚死んじゃうのかな。もう死んでるかも。そんなことしなくてもかも。死んだな。これがイワナのコウソウフライでいいのかな。僕が釣ったイワナだよ。どうしてイワナとは言わない約束。おもしれー。よいしょ。ちゃ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 こう。よしよし。じゃあ今回はここまでということで、お疲れ様でした。バイバイの前にちょっともうちょっと話そうだよ。私。はい、というわけで次回10日目、本当に3分の1ですね、なりますので、まあ何が起きるか分かりませんけれども、とりあえずなんか釣りのね、おじちゃんが帰っちゃうみたいで、もう本当釣りしたかったんだけど、まあできないものはできない、しょうがないということで。ということでちょっと競争できず、まあちょっと釣りのおっちゃんお見送りしつつ、まあ何かあればいいなという感じでございます。サーカスの方も進展欲しいな。まあ10日っていう節目なので、何か起きることを期待しております。それではお疲れ様でした。バイバーイ。